リンテンバイエル。岡崎リンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。レクイエムを弾こうその9回目です。スタンダードチューニングカポ2フレットでお届けしているレクイエム、これはニュービスタスのねアルバムに収録されているオリジナルテイクと同じキーでありますが、前回は転調後のフレーズ、転調後のパート D パートですね、そしてそれの繰り返しになる D' パート、この D' の3小節目まで解説していきました。もう一度 D' の頭からやってみます。転調後のメロディーの繰り返しの部分ですね。ここからですね、今回の解説は、この E フラットメジャー7、非常に難しいコードですね。これはまあ転調してるからこういうコードが出てくるんであって、普段そうですね、特に歌物なんかでも転調でない限り出てこないようなコードなんですけど、この譜面上では3フレット制覇ですね、人差し指、左手人差し指でのフォームで紹介されております。譜面通り弾きますと、まあ、こういう風にね、次の小節に移るわけなんですけど、僕も自分のライブとかも含めてですけどね、別にこれ E フラットメジャー7押さえ方一つにはこだわっていません。いろんな押さえ方があります。ライブでよく使うフォームとしては、4弦1フレットを人差し指で押さえて、あと 1,2,3 弦の3フレットですね、これをバラバラに押さえる、あるいは、小指が一番ベストではあるんですけど、これは非常に難しい押さえ方ではありますが、 1,2,3 弦を小指で制覇してしまう、こういう押さえ方も使っています。この場合は、1,2,3 弦をバラバラに押さえるフォームとして、こういう押さえ方も弾き方もありますね。あるいはこれは譜面通りです。そして、次の5小節目ですね。そして6小節目、これも非常に簡単ですけど、この6小節目の最後ですね、4拍目になりますから、1弦の3フレット2フレットと動くメロディーがあります。ここで、3弦4弦5フレットを押さえている、これ僕のフォームといいますか、一般的にも当然ながら3弦5フレットは小指、4弦5フレットは薬指になろうかと思います。この押さえ方はポジションは崩さないように、つまり指が離れないようにします。1弦目、こうその6小節目ですね、こういう風になりますね。この時に3弦4弦は離れないように、そして次の、7小節目に移りますですね。この場合は、通常のローコードを抑えるように2弦目3フレットは薬指で抑えられております。これでも全然構わないですね。ただフォーム、この曲だけを限って言えば2弦3フレット中指でも構いません。当然ながら3弦2フレットは人差し指ということでね。そしてまた元のキーに戻って A パートの繰り返しになりますね。こうさあ、ここ元のキーに戻ったところから次週の解説としましょう。今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーではね、皆さんのギターにおけるレッスンにおける、悩みご相談あるいは質問、何でも受け付けますのでね、どしどしお寄せください。この番組ブログよりお寄せいただく、この番組ブログ検索サイトより、アコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーはね、番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。
以上、リンテンバイエルのコーナーでした。